ってことで、これから3日間寒い島でね、楽しんでいきたいと思います。寒い島のね、空港のトイレに着きました。で、このトイレにね、魚がいるんですよ。かわいそうだな、こんなところで魚飼っちゃって、ね、人が正面してるところ見ながらさ、生きてるんだ。街になってきたぞ。一応ね、現在地っていうか到着地点そこで合ってんだけど、3日間しか住まないからね、今回、まあ、もしめっちゃ気に入っちゃったら、あの長期で住めるかどうか。犬、こっちね、この犬タイの犬みんなデブだろ。結構メンタルヘルス良さそうだよ。やっと場所が分かりました。早速トカゲ入りました、中に。まあ、まあ、普通。いや、俺スタンダード上がりすぎだよ。結構でも写真に騙されたからね。写真はもうちょっと良かったりですね。タイのね、いいところに住んでると。スタンダードが上がりすぎてさ、普通に見たらめっちゃいい。いや、でも写真騙されたのか、確かに。海の景色はないしね、特に。ってことで、これから3日間、寒い島でね、いろんなところを探検したり、それこそね、これから長期的に寒い島に住もうかなとか思ってるから、いい物件とかね、見つけれたらいいかなと思います。あとね、いいジムとね、素晴らしい島だったらいいなと思ってます。ってことで、これから3日間、楽しんでいきたいと思います。マジでジャングルだな、ここでかすぎだろこいつ。見てる見てる、俺の音多分。バイ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 ハロー、ウイスキー、タイランドウイスキー、ウイスキー、ノーウイスキー、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 Maybe next time, next time. ジョギング中だから画面寄りさせたらごめんな。空気が綺麗だからね、楽しい、走ってて疲れない。これいる。何、寒い島のスーパーやばくね。はい、弟が食中毒で今家で死んでるので、一人で寒い島のビーチに来ました。パタヤより景色がいいっすね。あっちに島とかもあって、砂も繊維が細かい、いい感じのビーチって感じの砂浜です。ゴミがないね。ゴミ落ちてないのマジで好感度高い。いや、寒い島結構いいね。空気がめっちゃ綺麗で、海もあって、ただ家を選ぶさ時、ジムが近いかどうか超大事なんだよ。で、通おうとしてるジムから近い家が全然なくて、マジでもう月50万とか100万ぐらいする場所か、もう本当になんかしょぼい場所みたいな、もうちょうどいい価格帯の家がなくて、ちょっと寒いと住みたいけど、ちょっと今現段階で住む場所じゃないかなっていうのは今思ってるかな。やっぱ家住むとき利便性大事だよね。近くにセブンがないとかスーパーがないとか結構ね、だるい。今もジャングルの中に住んでんだけど、水ねえじゃん。水買うために5分かけてセブンイレブンとか、クソだるいよね。だからそういう意味では都会の方がまあ住みやすいんだね、結局。だけど空気ね、マジで綺麗だわ。気持ちいいもん、深呼吸してて。散歩も超気持ちいいわ。そう、バンコクに住めない理由はそれなんだね。マジ大気汚染やばすぎて、痰絡みまくるんだよ、行くと。バンコク何回か行ったけど住めねえなってなったわ。でタイで唯一大気汚染が一番ねほぼないのがこの寒い島なんだよね。だからここを住むのにちょうどよかったかなと思ったんだけど、いい家見つかんなくてさ、頑張ったんだよ、結構探すのに頑張ったんだけど見つかんなかったわ、マジで。俺が住んでるのはあのジャングルの中、あん中のどれかだね、この辺のどこか。はい、ジムにやってきました。サクセスジム、超寒いです。
行けてるように見えるんだけど、機械全部レプリカで、あんまり設備としては微妙、偽物なんだよね、マシンが全部。だけど寒い島に住むとしたら多分このジムかなって感じ。来るとしたら広さ的にもマッスルファクトリーパタヤよりかは全然狭いかな。まあ、今日トレーニングしないんですけど見学だけさせてもらいました。ということで、まあ、ワンチャンお世話になるかもしれないサクセスジムさんでした。寒い島のフィッシャーマンズビレッジ、一人でお散歩です。いいですね、おとなしくて景色が綺麗。多分どの店入ってもオーシャンビューでいい感じだと思う。ほらこの店とかも中に海見れるんだよね。なんか雰囲気がいいっすね、おしゃれっすね。ワンちゃん一個店入って炭酸水でも飲もっかな、うん、おしゃれなバーとレストランがめっちゃあるね。なんか言われたおっさんに、多分ゲイのおっさんに言われた。なんかタイとは思えないね、ここタイなのこれ。本当にヨーロッパの漁師町みたい。ちょっとなんかイギリスっぽいんだよね。イギリスでもなんかフィッシャーマンズビレッジ的な場所あっておしゃれだったんだよね。奥までいろいろあるんだ。サミットの中で一番うさんくさい細い道に来ました。パチモンのグッズがいっぱい売ってるっていう、ね、絶対ぼったくられるから俺買わないけどね、こういうところで。だけどにぎわってますね、タイランドのパチモンお土産屋さん。全部偽物なんかなこれ。弟が食中毒から若干復活したんで、今レストランにディナーを食べに来ました。ビーチフロントにある野外レストランみたいな、めっちゃいい感じです。これフィッシャーマンズビレッジってところにあるレストランのうちの一つで、ここでステーキを食べていきたいと思います。もう一面海です。暗くてちょっと見えないけどね。腹減りすぎて食事見せるの忘れてた。ステーキです。ステーキうまいっす、めっちゃ、うん、あんまり俺がノンヘルなのバレないんですけど、そう無理じゃね。今ジャングルの真っ只中にいます。今からね滝を見に行きます。ワンチャン滝行するかもしれない。騒いでる声が聞こえる、キャーキャー楽しんでる誰かが。初めてだ俺こんなガチのジャングル来るの。ザ・ブリッジコフィーウォーターフォール。大丈夫かこれ、ジャングルの真っ只中にいます。これはいい経験だわ。やばいねこれ。足取るだ。このジャングルの中にコーヒーショップがあるそうです。おしゃれだわ。おーこれはすげえわ、これ絶景だよ絶景、完全に。ここに店あるけど、もう一歩ちょっと進んでみてから決めようぜ。あ、こいつらターザンやるんだ、多分。あ、これもっといけんじゃん、奥。奥行く？ジャングルの中で飲むコーヒーはまた味がね違いますね。何してんの？おい。何してんの？お前。おい。今滝を目指してジャングルの中を散歩してます。もう看板とかが全くないから自分で探せってことなのかな？一応今迷子です。ジャングルの中で滝を探してるんだけど、あ、水がある。これは。滝が近づいてる証拠かな。滝人見つけた、人いる、ちょっとだけ
あ、滝滝滝これ滝これこれのこと言ってんの滝って終わりこれが滝かな Is this the main waterfall? Yes. Yes? Okay, it's pretty small. We are going to the next waterfall. Next waterfall. Where is that? Is that close? こっちはブリってる。これが今日目指してきた滝だった。めっちゃ回りそうなった。うん。入るでしょ、こいつら。滝行できないね、これは。滝行する水の量が流れてないもん、ほら。なあ、足を頭突っ込めっていうの。滝に到着しました。あの部分まで行かないよ。あれ、危なすぎるだろ。汚いんだけど、水。多分。思ってたよりしょぼかった。汚いよね。気のせい。これ水遊びするような場所じゃなくね。はい、ってことでいかがだったでしょうか。寒い島 Vlog。あ、実はもうこれね、3週間、もう1ヶ月前ぐらいに撮った動画で、もう今1ヶ月後にエンディングの、ね、部分が撮れてなくて、撮り直してるんだけど。うん。まあ、こんな感じでどっかに行く機会があったらまた、あのカメラ持ってね、いいシーンとかだけ撮って、つなげて動画載せれればなって思ってます。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。多分寒いとには進まねえわ。